船岡駅は宮城県柴田郡柴田町船岡中央一丁目にある東日本旅客鉄道東北本線の駅である。2階改札口単式ホームに面2線を持つ地上駅である。もともとは単式、島式ホームに面3線であったが、中線の河川は撤去されており、保守用となっている。JR 東日本東北総合サービスが受託する業務委託駅で、 岩沼駅が当駅を管理する。駅舎は1990年8月に完成した木造平屋建てで鉄骨づくり2階建てのコミュニティプラザを併設している。改札口は2カ所あり、1階部分のホームに面したものと、古墙橋の2階部分に東西自由通路と直結したものとがある。1階改札口は JR 社員配置。緑の窓口、自動改札機。 自動券売機設置。二階改札口は、地元柴田町の要望により設置され、当初から JR 東日本東北総合サービスに委託されている。スイカ対応自動券売機及び簡易スイカ改札機、設置。営業時間は、平日の6時30分20時である。土休日は終日閉鎖されるが4月の花見シーズンや1月、2月に仙台大学の入試がある時などは、 臨時営業する。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は2256人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。駅本屋反対側仙台都市圏のベッドタウンである。周辺には住宅街が形成され、駅の利用者も多い。ありがとうございます。